大輝のハマダイス探検隊。この番組はアマックスミュージックの制作でマリン FM 開局準備室よりお送りします。お相手はおなじみ浜のパラダイス隊長大輝です。はい、大輝です。どうもこんにちはなのかな、わかんないけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやー、もう地球上がなんていうんですか、温暖化があってね、すごいじゃないですか、花粉が。そんな花粉もね、だいぶ収まってはきたんですけれども、僕はね、9歳の頃から実は花粉症に悩まされてるんですね。そのもうね、花粉症が発症した日のその日の本当にシチュエーションまで覚えてるんですけれども、ソフトボール大会に行ったんですよ、じいちゃんと。ソフトボール大会に行ったわけですよ。はい、今笑うとこですけれども、そのソフトボール大会がすっごい山奥のなんだかよくわからない町内グラウンドみたいなのがあって、そこのねグラウンドの周りが防風林みたいなのがあったんですよ。それが全部杉で、こんなことあるんかっていうぐらいね、初めてそこに行った瞬間から涙と鼻水が止まらなくて、で最初キャッチボールとかノックとかやってたんですよ、僕も。でも途中からもう目が痒すぎてどうにもなんなくなってきて、でも仕方ないから寝たら今度目が開かなくなって、何これは何だと思って、ついに僕は不治の病にかかったんじゃねえかって、まあ言ってしまえば不治の病みたいなもんですけれども、その花粉とね、だから僕は十数年間付き合ってきて、最初はただただ薬、服薬の飲み薬だったり目薬だったり してたところから、だんだんこう漢方に変えてきて、ね、最近はね、もう鼻にレーザー治療してますよ、ね、レーザー治療効きますよ、ほんといいですよ。何がすごいかって、レーザー治療って鼻の免疫能力をなくすことによって、その鼻なんだ花粉の症状が出なくするんですけれども、鼻にレーザーで鼻の粘膜を焼くんですよ。焼くといわゆるその部分の免疫機構が効かなくなるでしょ。そうするとだからそういった反応が、アレルゲン、抗原、アレルギーを起こす物質が体に入ってきてもその反応が起きないっていう仕組みなんです。だからね、レーザーは、やれば絶対大丈夫なんですけど、だから花粉症の人はおすすめ。はい、そんな感じで、あったかいから花粉もビュービュー飛ぶけど、あったかいなと思ったら寒かったりするじゃないですか。本当に寒かったりね、4月中旬の陽気ですとかテレビで言ってると思ったら、1月下旬の陽気でコートが必要ですみたいなこと言い出すこともあって、本当寒暖の差が激しいなと思って、ね、ちょうどね、今朝テレビのニュース見てたら、こう霧がすごかったっていう話をしてて、で気温、おとといね、ちょうどこの収録の2日前に大雨が降ったんですよね。でも寒くなくて、あったかいまんま大雨が降って、でその雨が冷やされるじゃないですか、夜になると。で次の日になって、その冷やされた雨がバーッと来て霧になるらしいんですけれども、僕ね、もともと埼玉の人間ですけど、横浜来てから横浜市のね、いろいろなものを見て回るっていうのは、歩いて散歩するのがすごい趣味になっちゃって、なっちゃってっていうのもおかしいけど、なって、でちょうどこうなんだ、あそこは山下公園あたりを歩ってて、花
かすかにね向こうの方になんか見えんなと思ったらちょうど船がねバーってきて、でそれぐらい霧がすごくて、で港未来なんか歩いてるでしょ、下の方は何にも霧でボワーっとなってるのに、いきなり上の方だけビルがボーンみたいなね、そういう現象が起きてて、いやー本当びっくりするね。であったかい日は基本的に僕散歩したくなるんです。僕がいるアマックスミュージックは横浜市西区にあって、でマリー FM が中区でしょ、だからその周辺を僕は、いや今日は西区方面に行ってみようかなとか、今日は中区行こうかなとか、今日は南区の方行ってみようかなとかってやって歩いてるといろいろな発見しますよ。今日なんかね朝いきなり蜂の巣道端に落ちてましたからね。とかこういう細かい発見で、車乗ったり電車だけ乗ってる人たち気づかないじゃないですか。あとはねこの間こう商店街歩いてたらお店の前に鳩が数羽止まってて、その鳩に反応して自動ドアが開いて、で開いた瞬間に当たり前のように鳩がそのお店に入っていくっていう、そんな面白いことなかなかないなと思って、で山下公園とか歩いてるでしょ、あそこほんといいですわ。何がいいって芝生のわーって一面に広がってて、ね休日の晴れた日ですよ、向こう遠くの方見ると海が見えてね、奥じゃないか目の前か海が見えて、それで、なんて言えばいいのこの情景、いろんな人がその周辺を散歩してるんですけど、ワンちゃん連れた人とかもいるし、カップルでねその芝生に寝そべってる人もいればね、ベンチ座って本読んでる人とかもいますよ。もうほんと絵に描いた休日のようなね山下公園、そういうところでデートしてる人たちいますけども、最近のカップル事情ってどうなんですかね、どうデートってどういうところ行くのかなっていうの気になるんですけど、僕もね久しくデートなんてしてませんから、僕がデートしてた時代なんてもうほんと学生時代、学生の頃はねデートで映画館行くとかあるけど、最近のカップルさんはどういうとこ行くのかなっていうのが気になるけども、やっぱり横浜だとみなとみらいとか行ってワールドポーターズとか行くのが主流なのかな。そういうねデートでねぜひともね横浜来てやっていただきたいのはクルーズ、何海を客船で乗るやつ、クルージングとは言わない、クルーズ豪華客船でクルーズみたいなやつ、あれはねほんといいと思うんですよ。僕1月が誕生日なんですけど、行ってきましたよ、そのアニバーサリープランみたいなやつでね、客船乗って海の旅をしようみたいな行ってきたんですけれども、まあお料理も美味しいし、で海の上からね見る横浜市の景色っていうのはすごい綺麗。ただねあれアニバーサリープランだと2人で1席なのね、1席っていうか1プランなんですよ。だからカップルは本当にいいと思うんだけど、僕みたいな人はね男2人で行ったんですけど、何やってんだこれっていう感じになってしまうんでね、ぜひともカップルで行っていただきたい。あとはねこれ通年やってるクルーズプランでおすすめなのが一つあって、京浜工業地帯を夜クルーズしようっていうプランで、横浜の工業地帯を普段のその夜景スポットとは違って、工業地帯の夜景ってまたすごい幻想的なのでね、こちらもぜひ行っていただきたいなと思います。もうひたすらなんか喋ったな。大輝でした。